キチャンネル。ちょ、さあ月曜日です。総チェック。はい。ということで、ね、夏休みももう約半分も終わりましたけど、プロ野球も終盤戦に向かって行き詰まる戦いの中、順位が刻一刻と迫っていく終了の鐘の中で決まりつつあります。ね。その中でまだ戦えるチーム、来季に向けて進んでいくチーム、いろんなチームがありますけども、その中でいろんなやるべきことをしっかりやっていくために、佐々木チャンネルもここから総チェックしっかりやっていきたいと思います。ということで、8月16日金曜日、台風の影響で、ヤクルト、広島、DeNA、巨人、そしてパリーグは楽天、西武が、雨天、試合中止ということでね、3試合になりましたけども、まずはパリーグ首位攻防戦。ね。まあもうマジックもついてるね。まあロッテがまだ皮の一枚ね。もうこの糸をね、手繰る思いで逆転するためには、もうこのね、カード、全勝が必須になってくる中で、ソフトバンク先発有原、9回103球、4安打3三振、1球無失点の、この大事な時の初戦に完封勝利、5ページ。ね。まあ、前回ね、今年一番のね、やられ方、対楽天戦、6失点、自責点6、3回ノックアウトというところでね、まあこのね、次の1週間経ってのこのカードでね、どういうピッチングをしてくるのかっていうところがさらに注目ところでしたけども、この試合、まあ前回ちょっとね、変化球も含めて高めに浮いたなっていうところをね、仕留められたっていうところがありましたけども、まあこの試合しっかりね、コースに制球もできて、右にはフォークね、左にはチェンジアップ、ね、低めの落ちる変化もしっかり投げ切れてね、1四球、球数も少なくストライク先行で勝負できて、ね、いろんな球種を使いながらロッテ打線を翻弄して被安打4完封、見事な勝利だったと思います。ロッテ先発石川、4回63球5安打2三振2四球4失点、いきなりホークスの牙が襲いかかるというところで、先頭周東にストレートのフォアボール、これいきなりリズム感悪いよね、ストレートのフォアボール。今宮セカンドゴロの間に周東がセカンドに行って、ワンアウト二塁から柳町がツーランホームランの山川、2者連続ホームランで一気に3対0。これもよ、これも一番ロッテがこの試合ね、勝てるチャンスがあったとするならば、この3点を入れられる前の初回よ、ロッテの攻撃、ワンアウトから藤原ライト前、荻野アウト投げてもポランコフォアボール、この2アウト1、2塁、今ね、一番安定感もあってね、打撃の期待値がね、かかる佐藤俊也、ショートフライ、アウト。1点も取れず、その裏3点。まあ、これが一番のキーポイントだったね。で、ソフトバンクはね、3回裏にワンアウト1、3塁から、近藤のセンタータイムリー、ツーベースで4点目。なお、ワンアウト1、3塁からね、正木のショートゴロ、本塁タッチアウトと、解散し、ここでもう1点でもね、取れてれば、もっと楽な展開になったかなっていうところはあるけども、まあ、ロッテもね、序盤の失点の中で、その後ね、負けるわけにいけないっていうところで、前回ね、好投した先発でのカラカをリリーフに使って、3回38球、2安打1三振、無失点っていうね、まあ、なんとか踏ん張ったけども、ね、打撃の援護がなく、完封負け。やっぱ中はね、あのカットね、いい形で投げてるなっていうところは、ね、続きますけども、かなりね、まあ、ホークスとしてはもう本当に優勝カウントダウンに入ってますからね、そういった意味では完璧なね、まあ、有原のね、この試合は勝ち負けでも大事だったけども、有原がしっかり復調していく、ここからバタバタと調子を下げていかないことが一番大事だったから、その中で完封勝利はね、ホークスにとっても、有原にとっても、大きなね、初戦の勝ちだったと思います。ソフトバンク対ロッテ、17日の試合5対2でロッテの勝利ということで、この日ロッテ先発新加入のカイケルね、2015年にサイヤング賞、メジャー通算103勝の実績を持って、さあどうなるのかっていうね、だからまあサイヤング賞、2015年ということは今から9年前かね、9年前ということなんで、9年前27歳の時、ね、今36歳なんでね、27歳の時にサイヤング賞っていうところでね、まあもう9年も経ってるんでね、そういった意味ではどういうピッチングするのかっていうところの、まあ注目どころでしたけども、まあ全体的に、まあ2軍での調整もなく、まあぶっつけ本番で、首位ソフトバンクに登板ね、その中で、まあ投げてる球種で言うと、まあツーシーム、カットボール、そしてチェンジアップっていうところがもうメインかな。だからもう、フォーシームはほぼ投げないと。ね、ツーシーム、まあ、140キロ出るか出ないかっていうね、ぐらいのところのピッチングで、まあ、緩急をつけて、まあ、芯を外すピッチングっていうところが、まあ、主流なのかなっていうところがね、このピッチングで見えましたけども、5回73球、3安打3三振、2四球2失点っていうところでね、まあ、球数は平均的ですしね。まあ、でもストライク先行で、まあ、勝負していきたいっていうところが、まあ、序盤ね、高めにボールが浮いたっていうところで、その高めに浮いたところをね、ソフトバンク打線がしっかりそこをついて、ワンアウトからね、今宮ツーベース、柳町がタイムリーヒット、このインコースね、ツーシームを逆方
方向っていうね。で、山川が、センターオーバーのタイムリーツーベースで一気に2点先制。おいおいおい、どうなるのかっていうところでしたけども、2回、3回、4回、5回と、それ以降はノーヒット。まあ、フォアボールね、2つありますけども、まあ、しっかりとしたピッチングはできたかなと。まあ、ソフトバンク打線もね、この日初対戦っていうところで、球種の曲がり方、見え方っていうところも、なかなかね、アジャストするのは難しかったかなっていうところはありますけども、まあ、全体的にね、2点先制したっていうところで言うと、まあ、次回、カイケル本人のピッチングも、まあ、次回に、まあ、見送ってね、どういうピッチングするのか、経過観察していきましょうっていうピッチングですけども、スタイル的にはもう打たして取るっていうね、140キロ出るか出ないかぐらいのツーシームカットボール、チェンジアップがメインっていうところがピッチングかなと。なかなか1回のね、登板で判断するのはなかなか難しいかなっていうね。だからまあ、タイプ、投球スタイルで言うと、昨年までロッティいたカスティーヨみたいな感じかなっていうようなね、ところは見えますけどもね。スタイル的にはね。そんで、ソフトバンク先発、シュワーズジュニア、6回102球、1安打3三振、4四球、1デッドボール、2失点というところで、ちょっと制球ね、乱れたかなっていうところはありますけどもね、2回、先制してくれた、2回の表ね、ワンアウトからポランコフォアボール、そして中村に高めの入ったところを、レフトスタンドでツーランホームランで同点と。で、3回、三者凡退で迎えて4回ね、先頭外デッドボール。で、角中ポランコ連続でアウトに打ち取るも、中村、田村を連続フォアボールでツーアウト満塁。で、まあ、ここで友杉をね、ファーストフライで打ち取って、まあ、ピンチを脱出っていうところもありますけども、基本的にね、ちょっと制球ばらつきあったかなっていう。まあ、でもその中でね、試合作ったって言えば、グッピッチングになったと。思います。そして、ロッテはね、2対2で迎えた8回表、ピッチャーね、藤井が、打席に入って、先頭高部がセカンドね、牧原での、エラーで出塁。まあ、ここね、高部の足があるっていうところで、牧原投げることを急いでね、取る前に顔がファースト方向に向いちゃってね、ファンブルっていうね、エラー。で、小川が送りバンドを試みるも、ファールフライでアウト。ここしっかり送っときたかった。いや、流れ悪いなっていうところで、藤原フォアボール。これがね、このストレートのフォアボールが藤井はね、痛かったよ。で、ワンアウト一塁からね、低めに落ちるフォークボールがワンパンになって、で、セカンドランナー高部がサードへ、ワールドピッチで進塁。で、ファーストランナー、藤原もね、セカンドを狙ったところ、キャッチャーね、カイがすぐさまセカンドに投げて、ファーストランナーの、藤原をアウトにしようって言ったところで、一、二塁間に挟まれるんだけども、セカンドの牧原がファーストへ投げた後、ファーストの方に、ベースカバー回ろうとした時に、セカンドに誰がいない、誰もいないと。だからショートの今宮が結構後ろでね、守ってたっていうところもあるし、まあ、三塁行くかもっていうところで、一回今宮がね、三塁の方に、方向を向けたというところで、まあ、セカンド誰もいなかったんだけども、これ口頭で説明するの結構難しいんだけど、だから一、ここ一番の問題はね、牧原が挟んだ時に、すぐファーストに投げて、もう一回自分が受けなきゃいけなかったよね。あの状況で、後ろ誰もいないよっていうところを、ちょっと理解できてなかったかなと。あれもう一回ファースト投げて、もう一回牧原受けて、しかもファーストの山川ももう一回自分自身が、受けると。ね、じゃあ、ファーストの石塚、ね、石塚自体ももう一回受けると。だから、セカンドとファーストがもう一回受けるようなことをやっていけば、その間にバックアップ来てくれたと思うんだよね。だからファーストの後ろは絶対誰もいないから、キャッチャーがホームベース開けられない。サードベースいるからね。で、ピッチャーは、三塁方向に一回振ったから来るまで時間結構かかるっていうところで言うと、まあ、セカンドとファーストがもう一回ずつぐらいランダムプレイ参加してアウトにしとければ、このね、回に点はなかったけども、まあそこら辺のね、守備の、自分たちの守備のポジショニングを含めて、後ろに誰もいないよっていうところが、ちょっとね、理解できてなかったっていうところはミスが読んで、ね、牧原がファーストを投げて、ファーストのバックアップ行ったことによって、セカンドベース誰もいないで、藤原がセカンドを落とし入れる。で、外を申告敬遠して満塁にしたところ、まあ、相手をね、ショートフライで打ち取るけども、ツーアウトからポランコは、タイムリーツーベースっていうところで、まあ、ロッテがね、こういう相手のミスをね、しっかりついて、走者一掃のポランコのスリーベースで3点。で、ロッテはこの試合ね、ヒット2本しか打ってないからね。だからこの中村のホームランと、この8回のポランコのヒットだけど、2本で勝ち切ったっていうところでは、グッケン。珍しい。素晴らしい展開。まあ、ソフトバンクもね、全体的に5安打っていうところで、カイケルを、リリーフした、まあ、横山、沢村、鈴木、増田とね、まあ、それ以降、6回以降ヒット2本打たれるけども、なんとか踏ん張ってね、失点を防いだっていうところが、まあ、勝ちに繋がったし、ホークス的にはね、ちょっとミスで負けた自滅っていうところがありますけども、あのまますんなりいけばね、2対0で勝ってる試合だったかなっていうようなね、ところはあります。ね。まあ、その中でもね、まあ、一勝一敗の五分になって、まあ、ロッテはもう2死守っていうところではね、相手がホークスどの子のよりもう負けられないっていうね、一戦の中でどう戦うか、3戦目に注目です。
ロッテ対ソフトバンク、2対1でソフトバンクの勝利というところで、このカード2勝1敗でロッテの負け越し、ね、ホークスの勝ち越しになりましたけども、18日の試合もね、2対1で、ソフトバンクの勝ち、ソフトバンク先発、松本、5回68球、2安打3三振、1球無失点、グッピッチ。ね、本当になんかリラックスしてゆったりしたフォームの中で腕がしっかり振れてるっていうね、だから球速差以上に球速を感じたかもわからないし、丁寧にねしっかり投げ切れたっていうのも大きかったし、まあその後ね、杉山ヘルナンデス、まあ、ランナー出してねピンチを作るも、あと抑えの松本ね、まあなんとか粘り切って、1点に抑えて逃げ切り勝ち。でロッテ先発3日7回118球7安打8三振1球2失、こちらもね、いいピッチングで、まあ7回2失点だからね攻められない。まあその中でホークスもねそんなに、得点チャンスがあったわけじゃなくて、まあ5回裏ね牧原のライトへ先制ホームラン、で7回にはね、先頭松井がツーベース、柳町がしっかりセカンドゴロで進塁打打って8番甲斐が、タイムリーの、2点目、これがね大きな、1点になって、まあそのままね2対1逃げ切り勝ちだけど、まあロッテとしたらねこれ6回ツーアウト満塁で、佐藤と、ね、いう中で、こう空振り三振、そして、6回にもツーアウトから中野智杉が連続ヒットでチャンス作るけども、ツーアウト一三塁で、荻野から代打石川っていうところで石川が三振で一本出ず、ね、で、9回にも、先頭佐藤としてはツーベースで、ポランコ高部が連続でフォアボールでノーアウト満塁で、ここから8番中村翔吾ライトフライで、智杉が、ファーストファールフライで、代打角中、満塁から押し出しで1点。で、なおも、一発で逆転っていうところが、ツーアウト満塁動画が最後三振して、1点しか取れず、敗戦と。ね。だから、終盤に向けてね、3度チャンスを作ったけども、まあそこで1本出ない、押し出しの1点だけ。まあそうなるとね、なかなか厳しいっていう中で、まあ2勝1敗でホークスの勝ち越し、まあ首位攻防戦、マジックをね、減していくっていう部分ではね、まあ2位がね、日本ハムと、同時、ね、ゲーム差なしになるから、まあ、どっちが首位攻防戦なんだっていう見方もあるけども、まあ、この中でね、ソフトバンクはきっちり2勝1敗で勝ち越しって言ったところは、非常にね、大きな試合だし、まあ、ロッテとしたらね、石川頭に先発持ってきて、で、唐川ダブル先発と置いといて、で、カイケルね、メジャーサイヤング賞投手に先持ってきて、で、最後種市。これでもう負け越してたらもう無理だ。ね。だから俺はもう前々から言ってるけども、ね、出し惜しみしてると、ね、あとあともう追いつけなくなりますよっていうところでね、やっぱりその勝つべき特に、まあ、最後ね、あの離れないように離さないようにね、しっかりついていかなきゃいけないところを、まあそれはね、あの体の弱さで怪我しちゃうっていうところのはあるかもわかんないけどね、そこをやっぱ勝ちにねできなかったっていうところがね、今のやっぱりロッテの弱さでもあり、この優勝に向けてね、チャンスある中でそのチャンスをつかめないっていうところが、その体力のなさであり、怪我する、ね、弱さであり、それをっていうところが分かる中で改善できないっていうところの、そのフィジカルの、ね、トレーニングとかの問題があるかもしれない、中にいるとね、正直分かんないけども、だそういったところで結局ね、本当にもう最後出し惜しみすることなく行くぞっていう時にはもう遠く離れて見えませんよっていう状況が、まあ、今の状況なんじゃないのかなと、まあ、だから今度ね、週明けでからね、日本ハムとの、2位争いになってくるけども、もう2位争いどっちがなるのかっていうところがね、もう現実的な、状況なんじゃないのかなと。ホークさんもね、もう目の前のこと、ね、自分たちのことミスにしっかりやっていくと。で、牧原はね、前日ちょっとミスして敗戦の要因作っちゃったけど、この日はね、大事なところで先制ホームランっていうね、前日の借りはね、しっかり返すっていうね、バッティング、グッバッてだったと思います。ホークスはもうあとね、カウントダウンなんでね、しっかり怪我人もなく戦っていくことが重要になってくると思います。オリックス対日本ハム16日の試合、5対1でオリックスの勝利というところで、日本ハムもね、2位ロッテとのね、ゲーム差、これも1位2位3位2位3位の入れ替わりの中でね、日本ハム先発北山骨折からと、これ復活ゲームね、5回3分の204球2安打5三振2四球1デッドボール1失点と、いやいや十分でしょね、本当にあの長期離脱してたとは思えないぐらいの安定したピッチングでかなり良かったんでね、このクライマックスシリーズ争い、クライマックスシリーズその先に向けては非常にね、新たな戦力が加わって戻ってきたかなっていうところはありますよね。で、オリックス先発才木、5回57球3安打2三振無四球1失点グッピッチね、まあオリックスもね、もうまあ今年はもう仕方ないと、まあ、来季に向けてね、またこの戦力を厚くしていかなきゃいけないっていうところで、しっかりね、育成から試合下になった才木を5回でね投げ切らせたね、まあ勝
勝ち星つかなかったけども、ストレート本当良かったね。ストレートがしっかり投げてるから、その縦の変化っていうことがしっかり効いてね、まっすぐの息もやったし、それに合わせた低めのフォークっていうところも非常に素晴らしかったし、これね、やっぱこれからもね、これストレートの力があるかどうかがね、才木がいいピッチングするポイントかなと。その中で日本はね、3回表、ワンアウト2塁から水野のね、タイムリーヒットで1点先制するんだけども、オリックスがね、3回の裏、先頭ね、西野がレフト前ヒット、若月送りバントを決めて、ワンアウト2塁から大里がね、センターフライ、これを、セカンドランナー西野が3塁タッチアップ、で、8、4、5と、中継をつないなんだけども、セカンドの石井が投げた送球がスライディングした西野の背中に当たってね、ピッチャー北山もちゃんとね、サードのバックアップね、カバー行ってたんだけども、まあ、レフト方向側にそれでね、弾いていっちゃって、まあ、送球ミスでエラーがついてタイムリーエラーで1点同点という。だからまあ、センターから中継になると、やっぱベースに投げちゃうとランナー当たっちゃうから、やっぱベースより、やっぱ外して投げなきゃ、ここがベースなんで、ここに投げなきゃいけないんだよね。でもそこサードもね、ちゃんとそこで避けとかなきゃいけないんだよね。そういったところで、ね、ちょっとランナーと被っちゃったっていうところで、ちょっと計算ミスだったかな。送球の、コントロールは悪くなかったけど、そこはランナー当たりますよっていうところで、同点。で、3回の裏にはね、オリックス、ワンアウトからね、紅林ツーベース、西野がレフト前ヒット。で、ワンアウト2、3塁になって、このね、西野のね、ワンアウト2塁から西野のレフト前ヒット。これを、中継が、無駄に本塁につなげるんだよね。それを見逃さずね、西野がしっかりセカンドまで行ったっていう走塁、グッ走塁。逆に日本はエラーついてないけど、この無駄なね、送球だね。でそれによって、ワンアウト2、3塁になったことによって、まあ、若月満塁したことで敬遠なんだけども、ここはまあ、ハムベンチからすると、ピッチャーが川野。で、その後、大里来たんだろう。ここで代打は出えへんだろうと。で、満塁になっても、カールだと、そんな、押し出しの危険性もないやろうと。で、大里、対左で、打ち取ってくれる、もしくはゲッツあるっていうところで、満塁策にしたと思うんだけど、若月、ここまで1割台だからね。まあ、若月になると、ギャンブルスタートとかも、スクイーズとかもあるからっていうところで、まあ、7回裏、勝負出たと思うんだけどもね。まあ、ここで日本ハムのね、打撃がちょっとね、落ちてきてるっていうところも、この1点を守りに行っちゃったかなと、ね。で、まあ結果ね、1点を守りに行って、ね、大里がセンタータイムリーヒット、で、北ショートフライになるけども、ツーアウト満塁からね、広岡、カウン、ピッチャー山本に代わってね、初球アウトコースのストレートね、若干ボール気味だったけど、バッとね、手離すぐらいね、遠くだったけども、初球からね、結構足早めに上げて、ね、トップの位置に早く入ったのが良かったね。で、しっかり初球からセンター前ヒットでタイムリーで一気に3点、クッパッて、大里、広岡ね。逆に日本ハムはね、この、若杉慶、だから慶應の内容としては多分そうだと思うんだよね。5-5で、だからもう1点防ぎに行ったところをね、大量失点取られるっていう典型的な例だけども、もう若杉が行って、まあここはもう駆け引きだからね、どっちがいい悪いはないけども、俺は若杉勝負でよかったと思うけども、やっぱり1点取られたらもうこのまま負けちゃうっていう打撃陣のちょっと不安要素がね、ベンチの策に影響したのかなと。で、8回裏にもね、ツーアウトからで山足フォアボールでピッチャーザバラクイックできないっていうところでね、しっかり山足が盗塁して、でツーアウト二塁から西野がね、ライトにタイムリーツーベースで1点とね、完璧な点の取り方。本当にね、オリックスはこの試合ね、本当にピッチャーも抑えて打撃でもいいところを取って、相手のミスもしっかりついて得点を重ねていく、相手のミス、そして相手の隙をついていくっていうね、オリックスとしては完璧なね、ゲームプラン、ゲーム展開だったと思います。オリックス対日本ハム3対0でオリックスの勝利というところで、このカードね、オリックスの2連勝というところで、日本ハムもね、このロッテとの2位争いの中でね、連敗はね、痛い。ちょっとね、打線が、打てなくなってきてるかなっていうところで、先発宮城、やっと4勝目、ね。7回96球、3打3三振、1球無失点、クッピッチ。ね。もう最近は本当に3失点ぐらいするピッチングが続いて、しかも1イニング、ビッグイニングっていうところがね、結構続いた中でのこの好投っていうのは本人にとってね、このね、まあ、シーズン終盤になってきましたけども、いい切り替えができる完璧な勝利だったのかなと。で、日本ハム先発バーハイゲンね、6回97球、6安打8三振、1四球3失点っていうところで、まあ、オリックスはね、4回裏、森友がね、フルスイングでライトスタンドでホームラン。で、5回にはね、紅林の内安打から長川のタイムリーツーベース、そして西野のタイムリーヒットと、まあ、効果的にね、3点取って、まあ、宮城としてはね、ずっと負けてたのは、先制点取ってくれなくて負けてて、だから先制点取ってくれたのは、この、前回勝ってから、この勝ちまで初めてなんだよね。で、その中でしっかり返せたというところで考えると、宮城には先制点をしっかり取ってやることが、宮城のピッチングがね、しっかりできるっていうところになってくるのかなと。で、日本はまあね、3安打しか打ってないから、まあ、1回水谷、2回レイエス、ね。
5回万波というところで、まあ、ちょっと打つ手なしっていうね、宮城の完璧なピッチングに、まあ、沈黙したかなと。トラウト、ペルドモ、マチャドとね、完璧なリリーフでしっかり逃げ切り勝ちっていうところでは、まあ、ここに来てね、オリックスがいい形のね、試合展開で、2連勝したんじゃないのかなと。宮城、グッピッチングでした。オリックス対日本ハム5対2でオリックスの勝利ということで、このカードオリックス3連勝、日本ハム3連敗、2位死守したいところもこの3連敗は痛いね。週明けのロッテとの2位攻防戦どうなるのかっていう中で、オリックス先発山下俊平だ、5回88球2安打9三振4四球1失点というところで、まあ、やっぱ初回ねフォアボール2つもあって2アウト1、2塁、まあ、レイエスねセカンドゴロでピンチ脱出で、2回もね上川畑万波連続フォアボールでタミヤの内野安打でノーアウト満塁から水野三振取るけども浅間の犠牲フライで1点失点ね。でまあ3回以降はねちょっと良くなったかなと思ったけど、まあ、前半はねやっぱホームのバランス悪いね。まあ、下半身全然使ってなかったし、上と上半身と下半身のバランスがバラバラで、なんか腕振ってる割に出力弱いっていうところあったけど、尻上がりに終盤に向けてねこのホームの右足の蹴りとかも良くなってきたし、もう下半身もちょっと疲れてきたのかなっていうところもあったんで、ちょっとそこら辺はまだホームの微調整がね続くのかなっていうところのね不安はまだありますね。まあ、次回登板どういうねホームで投げるのかっていうところは注視していきましょう。ね、しかしオリックスはね2回先制されるも杉本がね、センターバックスクリーンに、ホームランとねで同点で、日本ハム先発伊藤大海5回3分の2 85球5安打4三振1四球5失点っていうところで、まあ、4回裏にもねワンアウトから森フォアボール、セデーヌセンター前、そして高めに入った変化球を杉本に、2打席連続のスリーランホームランで4対1。もうこれ杉本一人にやられちゃったね。で日本ハムは6回表ね、マルティネスのタイムリーで1点、返すけどもねすぐ6回裏に、森のホームランで1点取る。だから今日のオリックスはね取られてもすぐ裏にねこのホームランで一発取るっていうね、まあ、3発で5対2でね逃げ切り勝ちっていうところで、まあ、リリーフもね山下俊平が5回投げて、その後鈴木、吉田、山田、小田島、マチャドとね、リリーフも踏ん張ってしっかり投げ切ったっていうところもね、大きかったし、この万波のね、6回表、マルティネスにタイムリーを打たれてからワンアウト一塁の万波のねサードゴロも、胸がねスライディングキャッチしながら膝をついてセカンドのねダブルプレーの守備、グッピチねグッ守備だったと思います。そういったところもね、何気にディフェンス力もね高くいい形の試合になったしね、なんか3連覇した時のねオリックスの強さっていうのがね見えたこの3連戦だったと、思います。日本ハムとしてはここ足踏みね、伊藤大海、バーヘーゲン、そしてこのカードの頭が、北山とね言ったところで、まあ一勝はね最低限できるとこあったかなっていうところもあるけども、まあオリックスがねいい形の野球でね強さを見せたな、3連勝だったと思います。楽天対西武、楽天モバイルで、行われましたけども、前日は台風の影響で雨天中止、17日の試合が、まあ、初戦ということで、このカード、11対4で西武の勝ちというところで、楽天はこれで3位と 6.5 ゲーム差。これは痛い。今最下位西武にね、大量失点負けというところで、楽天先発こうじゃね、1回49、5安打1三振、1球1、デッドボール7失点、それをついた松井、4回、7安打、三振3、フォアボール3つの4失点で11安打で沈むっていうね。で、西武先発今井、6回98球、7安打6三振、3球4失点と、こちらも失点多かったですけどもね、まあ前回ね、終盤までいいピッチングしてて、最後バタバタバタってやられたっていうところもありますけども、まあ大量援護に巡らまれてね、試合に勝つっていうね、まあ今年の西武で言うと平均得点が1試合2点ちょいぐらいなんでね、今にとったらね、まあ、こういう試合もあるからね、粘り強くやっていこうっていうところのね、アドバイスを送りたいね。西武は初回、西川デッドボール、源田レフト前ヒット。で、ノーアウト1、2から、殿崎タイムリー。で、山村がタイムリーツーベースで3点先制。しかし楽天もね、1回裏にワンアウト2、3塁から鈴木大地の内野ゴロの間に1点入れて、いや、まだどうなるかわからないなっていうところで、2回の表ね、奥村の、サードゴロを黒川こいつ。ね。で、小寺のところで牽制悪送球。で、内野安打。もうボロボロです。で、西川フォアボール。で、ノーアウト満塁から源田、源田タイムリー、殿崎犠牲フライ。で、山村がヒットで続いて、佐藤タイムリーヒットの野村で押し出しフォアボール。で、蛭間が、センターへタイムリーツーベースで、西川タイムリーの源田タイムリーヒットと、1、2、3、4、5タイムリーヒットと犠牲フライと押し出しフォアボールで一気に8点で11対1。ね。まあ、ほぼゲーム決まったかなっていうね。しかもエラーとかミスからだからね、もったいないよね。しかし楽天もね、諦めないで2回裏にね、中島のセンタータイムリーで2点返して、3回にもね、阿部のレフトスタンドホームランで1点返すっていうところでね、粘り強いピッチングね、していくけども、やっぱり11点は重いね。得点差としてはね、正直ね。
まあそういったところではもうね、西武の初回、2回の速攻、そしてそこにミスが絡んでいくっていうところでは、楽天としたら本当にリズムもなく、負け方としては最悪の負け方なんで、まあ日曜日ね、なんとか1勝1敗の5分で終わる形に持っていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね。まあ西武は今できること、若手のアピールね、しっかりやっていって、自身のアピールと自分の地位の確立、来季に向けてね、いい試合を送ってもらいたいなっていう一戦でしたね。楽天対西武、6対1で楽天の勝利ということで、このカード、初戦がね、雨天中止だったんで、1勝1敗の5分という形で、まあ、楽天はね、再開西武に、まあ、連敗しなくてよかったなっていうところで、楽天先発竹中、6回79球、3安打に三振、で、1つのデッドボールで1失点。ピッチね、まあ、前半のね、大量得点にも恵まれてね、いい形ね、まあ、非常にね、フォームのバランスはね、良かったかなっていうね、まあ、球持ちも良かったし、このね、肩の開き具合っていうのもなかったし、ゆったりとしたフォームの中で投げていくね、バランスは非常によく投げれてたかなと思います。西武先発竹内、5回92球9安打5三振無四球6失点と、まあ、1イニングやられたね、その他全然良かっただけにね、ちょっともったいなかったかなと。だからまあ2試合連続やられちゃったっていうところはあるけども、まあ、そんなに悲観することはねないのかなっていうところはあるけども、2回裏ね、ワンアウトからブランコ、小郷、石原、3者連続ヒットでワンアウト満塁で、中島がレフトへタイムリーで、小深田タイムリーの村林、3者連続タイムリーヒットで、ここで辰巳がアウトになるけども、阿部がつないで2アウト1、3塁から、鈴木大地の時にねワイルドピッチっていうね、ところでね、一気に6失点、これはちょっとね痛かったかなっていうね、さすがに6点はね追いつけないっていうね。で、西武は4回に、ノーアウト2、3塁から山村の、内野ゴロの間に1点ね、取るけどもね、まあ、ここは限界っていうね、ところでは、まあ、ちょっとね、なかなか難しかったかなと。まあ、その中でよ、ね、7回表、2アウト2塁からね、広間がね、ライト前ヒットを打って、セカンドランナー佐藤亮介がホームに帰ってくるところ、なぜか無駄にファーストからベース離れてて、9、3、広間タッチアウト。大バット何しとんアンダープレイ初めて見たでっていうぐらい、ちゃんとしよう。野球を、まず野球をちゃんとしよう。ね。もうそれしか言いようがありません。ね。まあその中で楽天ね、3位に 5.5 ゲーム差。まだワンチャンあるからね、ここどうしのいでいくかがね、本当に大事になってくる。もう一戦必勝のね、まあ9月入る頃には3ゲーム差以内に縮めときたいなっていうところがね、現実的なとこじゃないでしょうか。まあ1勝1敗の5分。楽天としたら最低限のカードはね、一勝できたんじゃないのかなっていう展開でしたね。中日対阪神、16日の試合2対1で中日の勝利ということで、阪神先発ビーズリー7回100球4安打6三振1四球2失点で負け投手、2失点まあ最低限してるけどね、投球はね。中日先発大沢原1回24球2安打1四球1失点と、まあここねちょっと腕にボールが当たったっていうところで、まあ本人投げれるって言ったと思うけど、まあもう無理するなとやめとけっていうところで、その後ね、祖父江、岩崎、橋本、清水、マルティネス完璧に抑え切って、ヒットはねその後1本だけっていうねところで完璧な勝利だったと思います。阪神はねその初回近本のねピッチャーライナー強襲、これが当たっちゃってね、で長野が送りバントで、森下サードゴールでアウトになるけども、佐藤フォアボールで2アウト1塁から大山がねセンターへタイムリーヒットを打って1点先制、まあ、このままねビーズリーだからいい感じでいきたいって言ったところで、まあ、追加点取れなかったのが痛いよね。2回三者凡退、3回もフォアボールでランナー出すけども、ランナー解説4回も三者凡退で、5回もね3者連続三振の三者凡退だからね。でそんな中ね、中日は5回裏ね、高橋センター前、木下送りバントを決めて、田中美希はファーストファールフライになるけども、ツーアウト2塁から代打大島がね、ライトへタイムリーツーベースっていうところで同点、久しぶりの大島タイムリー、そしてね、なかなかタイムリーを打てなかったドラゴンズもいい形のタイムリーで、6回裏にはね、ワンアウトからね、川越が一瞬上がってきてね、スタメンっていうところで、まあ、持ち味はもうね、しっかりフルスイングがね、当たればパンチ力あるよっていうところが、初球ね、若干ビーズリーの投球が甘く入ったところを打った瞬間、ライトスタンド、さすがのパンチ力ある。クペッティね、当たるは飛びます、破壊力もあって、それをあとはねコンスタンスにねできるかどうかが川越の生きる道の勝負です。はい、でここからねもう阪神は3安打だからね、まあでも阪神はね6回先頭中野が内安打出るけども、森下643ダブルプレーね、7回にもワンアウトからね野口梅野が連続フォアボール出るけども、代打渡辺が361ダブルプレー、もう阪神が負ける時っていうのはランナー出すけどもダブルプレーを連発していくともう負ける流れになっちゃうなっていうね、ところが典型的な試合展開。ドラゴンズはね川越の一発ね、ピッチャーの踏ん張りね、小笠原が早期にね降板したけども、その後リリーフグリリーフだったと思います。2対1ドラゴンズ、ね、いい形の勝利だったと思います。
中日対阪神、17日の試合5対5で引き分けっていうところで、こちら前日ね、中日が2対1で勝利して1勝1分け、タイガースとしては逆転優勝に向けてこのね、回に沈む中日に1敗1分けがかなり痛いね。阪神先発村上、4回3分の2、95球、8安打5三振、5四球3失点。で、中日先発メヒア、2回54球、5安打1三振、3四球2失点っていうところで、もう両チームね、小刻みな系統、村上、富田、石井、霧式、ゲラ、岩崎、岡留、ウルシャラ、中日はメヒア、福、フェリス、斉藤、藤島、岩崎、マルティネス、清水、松山とね、まあ、リリーフがっていうところで言うと、もう、打ち合いです。どん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 。だからまあ、この試合のもうね、ポイントはもう9回、裏だと思うのよ。もう全体的にね。まあ、どちらもね、もう自滅感あるんだけどね。まあ、中日としたらね、この、6回表ね、ピッチャーフェリスね、ワンアウトから、近本フォアボール。で、ワンアウト一塁になって近本盗塁成功。で、ここでワイルドピッチで勝ち越しタイムリーだからね。で、また、ワンアウト一塁からワイルドピッチで、で、佐藤のタイムリーで、もうワイルドピッチでランナー進塁2個もされて、それタイムリー繋がって、もうほぼこれ自滅感。で、ここで5対3になってね、もうこのまま終わるかというところでね、その問題の9回裏、ピッチャー岩崎、ね、ワンアウトから、細川ライト前ヒット、石川センター前ヒット、で、ワンアウト1塁からね、高橋周平ショートフライでアウト、で、2アウト1塁から代打ブライト、ここフォアボール、これ痛かったよ。岩崎は、ここまで終わらなきゃいけない。で、代打ね、で、2アウト満塁になって代打福永、で、ここでね、ショート深いところ、ね、内野安打になるんだけども、ね、セカンドランナー、小田がね、もうホームに向かっていって、ね、ショートの木浪が、ね、サードに投げて、オーバーランタッチするぞっていうところでね、でももう、小田はもう回ってホームに行ってます。で、結果ホームインで同点、おへだりやっていいやっていうね。だからね、ここでね、まあ、映像見ながら見てもらうのが一番わかりやすいんだけど、問題点がね、まあ、いろいろあるんだけども、木浪はね、まあ、取りましたと。で、ここでね、佐藤、ね、サードの佐藤問題。まず、これが、レフトへ抜けただと判断するんだったら、ホームの中継に入らなきゃいけないね。もしくはショートが取ってオーバーランをアウトするんだったら、もうすぐさま三塁のベースに入らなきゃいけないのに、ボケーっと中途半端な立ち位置でいるのよ。で、ショート木浪が取ってから慌てて三塁ベースに帰っていこうとする。だからランナー見えてないんだよ。もしくは三塁コーチャーの大西さんが結構近めにいたから、ランナーと間違った可能性あるね。でもこれはコーチャーとも別に違反でも何でもないのよ。正直ね、間違った本人が悪いのよ。もし大西さんとだからね、これね、三塁コーチャーのね、大西コーチとランナーの小田を間違った説が濃厚だね。サトテルも木浪もね、走ってるの見失ってね、でそれにコーチャーにタッチしに行こうとしてたからね。だからそういったところも一瞬ボケっとしてるサドテルがいたから、あれもすぐさま中継かもしくはサードベース入ってると分かると思うのよ。目線切るのが長すぎるのよ。でそれで目線合わせた時にコーチャーとランナーを間違って、で全員が間違って三塁投げたって大西コーチャーのガッツポーズのねところになるっていうところで、まあ、一番の問題はサドテルがレフトに抜けたんだったら中継もしくはショートが取ると思ったら早めに三塁ベースに戻らなきゃいけないところを、で一瞬ブラックホール入ってボケット突っ立ることによって全部が不具合を起こしちゃって、コーチャーとランナーを間違うっていうところになってると思うんだよ。で結局それが同点のランナーだからね。で結局ね、まあ、延長引き分けっていうところになるんで、だからそのね、映像見れる人見て一瞬止まるから、一瞬中途半端のところにサトテルがポーッと立ってる、ね、あそこね、本当に何回も言うようだけども、中継もしくは三塁ベースに早く帰ってると、その見間違うっていうことはなかったと思うんだよね。多分見間違えたんちゃうかと思う、三塁コーチャーと。だって大西さんにタッチしに行こうとしたもん、一瞬。だからそういったところがね、ちょっと中途半端なところの目切ったのがね、ミスに、なったのかなと。まあ、大西コーチャーね、悪くないと、ね、いうところもあります。コーチャーボックスから出るのもね、サイン盗みとかそういうのがあるから、ちょっと出ないでって、注意するとね、注意してくれるけども、守備へのね、妨害にならなかったら問題ないんでね、妨害にはなってないよね。ただ間違えちゃってるね。だからもうクチュチュッと回してなんか変なずっと立ってたもんね。だからひょっとしたら、本人に聞かないと分かんないけど、ひょっとしたらランナーに間違えさそうとフェイクしたの可能性もあるけどもね、まあその可能性もある。でもまあね、なかなかないようなプレーでしたけども、やっぱ目切った時間が長かったっていうところが一番のこのミスにつながったのかなと。まあ結果引き分けで阪神取ったら痛い引き分けになったと思います。
中日対阪神8対4で中日の勝利ということで、このカード中日の3連勝、阪神3連敗は痛い、とてつもなく痛い。しかもこの3試合の平均失点1試合5失点、投手陣良かったのにここに来て投手陣も崩れていくっていう中でね、阪神先発大竹3回48球5安打、1四球3失点で、その後、伊藤将司1イニングで4失点と、もう出てくるピッチャーも打たれちゃう。で中日先発大野7回110球7安打6三振1四球1デッドボール3失点と、まあ、なんとかね粘りの投球できたかなと。まあ、その中でね、阪神は3回表ワンアウト2塁から近本の先制タイムリーでね、いい形になっていくんだけども、3回の裏ね、中日は下位打線8番から村松センター前ヒットで、大江の送りバントを決めてブラウトアウトになるけども、岡林タイムリーで、高橋フォアボールで、細川タイムリーというところで一気に3点。しかし阪神も4回表にね、ノーアウト満塁から梅野の、ね、犠牲フライで1点返すけどもね、4回裏ノーアウト満塁からね、山本木下連続ヒットで、村松がフォアボールで、ノーアウト満塁から大野の、ね、レフトへタイムリーヒット、そして高橋細川のタイムリーヒットで一気に4点7対2。まあ、これでほぼ勝負決まったかなっていうところでね、まあ、4回表にねもうチャンス作るんでね、大竹を諦めてね、ノーアウト満塁から梅野の犠牲フライで、8番ね木浪がレフトフライでアウトになってワンアウト1塁になるけども、でここでも大竹に変えてね、渡辺亮を代打に出すけどもショートゴロとね、言ったところで、これノーアウト満塁から1点しか取れなかったのもね、4回表痛かったかなと。逆にドラゴンズはね、ノーアウト満塁から結局4点取ってるからね、それの違いだね結局ね。で6回表阪神がね、大山のホームランで1点返すけども、すぐさまね6回裏に細川のタイムリーヒットで1点返して、で8回にね、前川のタイムリーで1点返すけども8対4と、まあ、投手陣粘れないとね、もうノーアウト満塁合戦だよね、どちらも下位、ね、ノーアウト満塁で犠牲フライの1点か、ね、ノーアウト満塁でピッチャーの大野もヒットを打ちながらタイムリーが続いてね4点取ったのか、この違いが大きい、ね、阪神としてはやっぱ投手陣踏ん張りながら、ね、打てなくてもなんとかしのいでたところ、ね、投手陣が踏ん張りきれなくなったら、これも一大事、どうなっていくのか、ね、阪神3連敗、これはかなり痛い、それは岡田監督もね怒るでしょうっていうようなね試合展開でしたね。前日雨天中止になったんで、この日がカード初戦 DeNA 対巨人11対3で巨人の勝利というところで、 DeNA もう後がないだけにこのね初戦巨人に大敗して落とすっていうのはちょっと雰囲気も流れも悪いかなと。その中で、巨人先発井上6回89球4安打4三振2四球1失点というところで、まあ、ホームのボランスもねゆっくり足上げてこうねしっかり背ね、背筋伸ばして、そこからね腕をコンパクトに振り抜いて、左バッターへのインコースも投げるね、右バッターへの高めのスライダーも投げるっていうところで、ここは高めなのか、ここは低めなのか、ここはコースなのかっていうところをしっかり明確にした上で投げ切れてるなっていうところで、まあ、制球力もいいし、バランス、投フォームのバランスもいいし、非常に素晴らしいねグッピッチングだったと思います。DeNA 先発石田ね、3回65球9安打3三振2四球6失点っていうところで、今季初敗戦っていうね、ところになりましたけども、まあ、6失点っていうところも本人ね、自己ワーストだと思いますけども、こっからよ、こっからスタートよ。これ今まではね、もう怖さらしい、どん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 言ってたけども、これね、ちょっと怖さを覚えた中からね、どうピッチングしていくのかっていうところがね、まあ、次回登板も含めて、こっからね、どういうピッチングなのかがね、これプロ野球選手としての成長をね、決めていくっていうようなね、試合の分岐点になるんじゃないのかなと。そのところで巨人はね、2回先制っていうところで、坂本をフォアボールで置いて、2アウト1塁から浅野がね、レフトへツーベース。で、2アウト2、3塁から井上ね、ピッチャー強襲の内野安打で先制と。だこういったところね、石田ね、やっぱピッチャーしっかり抑えなきゃいけない。で、このね、浅野のツーベース、まあ前回ね、満塁ホームランもあった、試合を決めるね、いいところのヒットもある、ね、チャンスメーカーもあるっていうところで、ヘルナンデスが骨折して、いや、ちょっとどうなんやっていうところがね、ちょっと暗雲ね、ジャイアンツに、はびこる中ね、しっかりね、こういう若手のね、選手の底埋め、そしてモンテスがこの日もね、5打数3安打猛打賞っていうところでね、で、内外野守れると、穴埋めできてね、いい形ね、こうなっていくとね、上位に向けてね、いい形のチーム構成になっていくかなと。で、3回の表にもワンアウトからね、そのモンテスがレフト前ヒット、岡本レフト前ヒット、で、大城、坂本が連続タイムリー、ね、で、門脇アウトに取るけども、浅野を敬遠、で、ツーアウト満塁からまた井上のね、タイムリー内安打も全力疾走しますよっていうね、グッと全力疾走。で、丸がタイムリーっていうところで一気に5点。で、DeNA は、3回裏に、梶原の内野ゴロの間に1点取るけども、4回の表に岡本のね、ライトへのツーランホームラン、で、9回にはね、氷のところで、林がね、もうエラーと。ね。
で、湯浅のタイムリーっていうところで、もうミスはある、ピッチャーには打たれる、ね。で、得点は1点しか取れない、ボロボロです、DNA。A クラスに向かうのも、ちょっと今でチームの状況どうなんやっていうね。で、大城にデッドボール当てて、坂本もね。で、大城がちょっとこうってなって。で、最終回、ね。ピッチャー伊藤が、すごいデッドボール当てて、なんと君になるっていうね、ところも、ね。まあ、ね、詳しくは言わないけども、ね、坂本のは狙ってない。完全逆球。ね、伊藤のも狙ってないと思う。ね、正直。でも別に、ね、デッドボールも当たるからね。そういったところでは、もうバチバチになります。ね、そういったところもプロ野球です。はい。っていうところでね、まあ、賛否両論あるでしょうけどもね、デッドボールが当てられ、そしてこっちも当てられちゃう。デッドボールが当たって、こっちも当たったっていうだけです。はい。まあそういった意味では、これ日曜日ね、ほんと DNA2 連敗しちゃうとね、A クラスの炎がどんどん消えていって、佐々木チャンネル、ね、もう、消化ゲームですよ、宣告になっちゃうんでね、まあどういう戦いになるのか日曜日ね、注目したいところです。DNA 対巨人ということで、2対1 DNA のサヨナラ勝ちということで、この日の試合はね、日刊スポーツの評論でネットでも載ってますから、ぜひね、そちらも読んでくださいっていうところで、初戦はね、雨で中止。で、土曜日の2戦目は、巨人がね、大勝に向けて、まあどうなるのか、DNA もね、A クラスに向けて、やっぱここ連敗はできないっていう中でね、日曜日しっかり勝って1勝1敗の五分に持ち込めたっていうのは DNA も良かったし、まあジャイアンツもね、ここも来てもね、連勝したかったなっていうところもあるけども、巨人先発菅野ね、6回87球、4安打4三振、1四球、1失点っていうところで、今日フォーク良かったね。低めのフォークボール、牧とかオースティンも三振してたけども、非常にこの縦の変化っていうところがね、良かったなと。で、DeNA 先発系、6回99球、3安打3三振、2四球2デッドボール無失点っていうね、まあ若干荒れながらね、まあその中でもしっかり踏ん張れて、まあ球の強さっていうのはね、あったかなと。まあその中でね、DeNA は6回裏、ね、梶原、外スラがね、インコースに逆球で入っちゃって、それを初球ね、引っ張り込まれて、レフトポールね、ギリギリのところにホームランで先制。まあこのままね、終わるのかなと思ったら8回表、ね、吉川フォアボールでモンテス岡本が、アウトになって2アウト1塁から、ね、ピッチャー、伊勢ね、あ伊勢から山崎康明に、代わって、坂本の打席、3ボール2ストライクフルカウントになって自動的に吉川が走ります。で、ファーストランナーをホームに返さないためにファースト三塁はライン上を締めてます。で、外野は後ろに守ってます。絶対ホームに返さないために。で、その中でね、三遊間を抜けて、で、レフト前ヒットで、佐野はどっちかっていうと、ちょっと左中間に守ってたんで、まあ、それでも追いつきました。で、そこからの返球ってなった時に、ファーストランナー吉川が、三塁ね、亀井コーチ、回すんだよね。こう思い切ってね、ちょっとでもそれたらっていうところが、そしたら佐野が、ショートへの中継、それちゃって、悪送球、ね、記録上エラーにはなんないけども、坂本のツーベース、そしてそれがタイムリーになって、ファーストランナー吉川がホームイン、バッと、守備を、記録に残らないけどミスよ。だから、今のね、これ評論にも書いたけど、やっぱ DNA はね、まあもちろんね、スタイルあると。DNA スタイル。ね、今、ギダもセ・リーグで一番少ない。ね、得点力高い。でも失点数も多い。ね、やっぱり B クラスっていうのは得点より失点の方が上回ってる。ね、370点強。ね、得点めちゃくちゃ取ってるけども、失点も380点強で多い。中にやっぱりそのね、ミスでの失点っていうのがあるのよ。記録に残らないところも含めてね。で、点もやっぱ取っていかなきゃいけないけども、ギダが少ない。ね、打たんなら、打つまで待とう、ホトトギス。じゃあもうあと試合少ないからね。そういった意味では、初回もね、先頭、梶原が出て、で、桑原のね、サードゴロを、坂本がエラーして一塁になったから、まあ良かったけども、で、その後結局そのダブルプレー。で、2回にも先頭ね、牧がフォアボールに出るけども、山本が打ちに行ってレフトフライから強打のダブルプレーっていうところで、やっぱりね、この菅野とケイってなった時に、菅野から大量得点って考えづらいじゃんね。で、そうなってくると、ロースコアの展開になってくるなっていうのは、戦前の予想ではできるよね。そうなると、やっぱり先制して、試合を展開していきたい中で、やっぱりね、その、ギダをしないっていうポリシーなのかもしれないけども、そのスタイルで勝ってればいいけど、やっぱ勝ってないわけじゃんね。で、残り試合も少ない。そうなると、試合の状況、相手のピッチャーの今の能力、今日の自分たちのチームの調子、で、戦前予想したことを考えれば、初回からバントをやってみたりとかっていうね、スタイルを崩す勇気だね。そういったところがやっていく必要があるんじゃないのかと。しかもね、この、
結局1対0で逃げ切りたいところをこう守備の、ね、記録に残らないミスで同点に追いつかれちゃう、ね、で9回には、ね、先頭間際デッドボールの後山本送りバントしてるわけやけど大事と思ったらできやるわけよ全くしないわけじゃないでもロースからの展開予想できるんだったら序盤からそういうのを1点取りに行く貪欲さっていうのもこれからのベイスターズには必要になってくるんじゃないのかとで11回の裏ねオースティンのサヨナラホームランでね勝ったからいいけどね勝ったからよっしゃじゃなくてその中でもやっぱ反省しなきゃいけないこと修正しなきゃいけないことを勝ったけどやっていくことによって3位滑れるか滑り込めるかどうかのその首脳陣の手腕が問われるからねこの守備はいきなりうまくならないかもわかんないけど気をつけることとか丁寧にやることとかできるからね中継ちゃんと投げることとかねそれとあとはベンチワークバントじゃなくてもエンドランとか動きを見せていくっていうところも必要になってくるんじゃないのかなとでその中で言うとねこの DeNA は1点取られて1対1の8回裏ねワンアウトから桑原がツーベースでワンアウト2塁から佐野の打席ねレフトあライトにねあの打った瞬間おフェンスオーバーかっていうところが、まあ、詰まったんだろうね失速してフェンス手前でアウトになるんだけども桑原がタッチアップできてないんだ、まあ、これスタンダードで言えばワンアウト二塁っていうのはハーフウェイにいて、まあ、最悪タッチアップできなくてもいいですよノーアウトの場合はもし取れなかったとしてもホームに帰らなくてもいいから最低限タッチアップですよっていうねセオリーはあるけどもあれだけ高いフライが上がったで桑原の走力考えるとハーフウェイ取ってても取られるなと思ったら帰ってから三塁最深部だからねそんなアウトになんないと思うんだよそこまでのプレーってできると思うのよ能力にね桑原の能力だったらでも結局あのフェンスギリギリのひょっとしたら当たると思ったのかなでもそれにしても分かるよね自分たちのホームグラウンドだからね横浜スタジアムはそしたら途中までハーフウェイしてからやっぱタッチアップしとかなきゃいけないよねで結局その後バルドナードのワイルドピッチで三塁行って万が一こう三塁いたらワールドピッチなかったかもしれないけどあったらね1点入るわけバルドナードのっていう考えるとねあそこの走塁のなんかちょっと未熟さっていうのかちょっと貪欲さっていうのがないところも気になるよねそういうねもうバンバンバン打って大花火勝ちましたじゃあなかなか終盤いけないからねいければいいけどねで11回の裏ねピッチャー平内に代わって初球ねオースにサヨナラホームラングッバッティングでだけどもね平内はどういう気持ちで投げたんやとね、大城はアウトローを低めに構えてると、ね、なった時に大城は初球からもう打ってくるからなと、ね松はしっかり、ね、コースに投げていかないとって思って投げたのか力勝負やえいって投げたのか、ね、結局ど真ん中の高めに入ってサヨナラホームなんでしょう力勝負やえい危ないそれは危ないぞもしその考え方だったら逆にコース狙いましたとミスしましたっていうんだったらもっと練習しようもっと気をつけろ意識しようっていうところのねところをやっていかなきゃいけないのかなっていうところはねだって多分ベイスターズファンの皆さんもジャイアンツファンの皆さんも多分あの11回の裏オースティン・マキってなったらこれもし DeNA が勝つとしたらもうオースティンかマキのホームランやなさよならので両チームのファンの人も分かったと思うで俺ですら見てても分かったんやからこれもう決着つくとしたらホームランやなみたいなオースティンとマキいい打順やなみたいなそしたらさ、いやきついよ。さすがに、今の平内のストレートで、いや藤川球児ぐらいだったらいいかもわかんないけどもね。だからそういったところはね、もうちょっと、策あったんちゃうかって思うけどね、投げる方の意識としたらね。でも結局 DeNA はね、勝って、阪神と 3.5 ゲーム差だからね、この勝ちはね、非常に大きい勝利、ね、だったと思います。まあ、1勝1敗の5分ね、なれたのも非常に DeNA としたら大きい。ジャイアンツとしてもね、このね、相手のミス常時でね、追いついてこのまま行きたかったけどもちょっとなかなかねそれ後のチャンスなかったかなっていうねでもこういったところで勝ち切らないと優勝しきれないからねそういった意味ではねジャイアンツとしても痛い敗戦になったんじゃないでしょうか、ヤクルト対広島6対3でヤクルトの勝利というところで金曜日初戦はね雨天中止になってこの試合が初戦っていう中でねヤクルト先発高橋奎二7回94球4安打5三振無四球2失点クッペチできるやんやれば前回のね、ところで指摘しましたけども、しっかりね。まあ、まだ本調子じゃないと思う。まだちょっと微妙にフォームのバランス悪いけども、まだね、前回よりはしっかり左足に体重股関節に乗せて、しっかりね、体重移動もできて、腕の振り場所もあって、頭もあんまり振らないでね、フォームの方に向かっていくっていう姿勢が、フォームがね、安定して良かったかなと。それがね、この無失点、四球、ね、フォアボールゼロっていうところにも繋がってくるし、球数の少なさっていうところもね、やればできるやん。グッペッチ。ね。でもまだね、まだポテンシャルある。まだ腕の振りがね、弱くなる。特に変化球とか合わせにいってる。それがもっと合わせにいかないようにできるようになってくるとね、
いい形のね、感じになってくるからね。まあでも前回ね、7失点というところで最短 KO だったけどもね、しっかり1週間で修正してきてピッチングできたのがね、本人にとっても明るい材料じゃないでしょうか。で、広島先発大瀬良ね、5回3分の2、80球、7安打2、三振、2、4、6失点というところで、ヤクルトはね、初回先制、2アウト2塁から村上がね、タイムリー2ベースで先制するけども、広島4回の表に末金がね、チェンジアップ、ちょっとね、これがストライク取りに行ったところよ。腕の振りが鈍くなってね、レフトサンドホームラン打って同点。しかし高橋奎二もね、なんとか粘りながらね、ヒットは打たれるけども連打許さない、ね、粘りのピッチング、そしてホームラン打たれるけども5回6回を三者凡退に抑えて、なんとかね、まちまちで、こういったところね、こういう流れが悪い時って点取ってくれなくて、いいピッチングしたけども勝ち負けつかずなんだかなみたいなね、試合になるところで、ヤクルト打線ね、高橋奎二の好投に期待に応えて、6回裏ね、ワンアウトから長岡サンタナが連続ヒット、で、村上がフォアボール、で、ワンアウト満塁からオスナ、そして松本、両者のね、タイムリーヒット、で、山田アウトになるけども、岩田のタイムリーツーベースで、一気に5点で6対1。ね、で、7回にね、広島は矢野の犠牲フライ、そして9回に末金がね、本日2本目のホームランというところを打つけども、6対3、ね、大量イニング、ね、しっかり高橋奎二に勝ちをつけられたっていうのは大きいし、逆に広島はね、ここから優勝に向けてっていうところで、大瀬良ね、まあ、この日6失点っていうところで防御率がいきなり0点台から 1.37 に跳ね上がりましたけども、4勝3敗、この大瀬良で4勝3敗は痛いよ。ね、まあ、この試合は仕方ないにしても、だからやっぱりいいピッチング試合に勝たしてやらないから、こういったところもたまにある中でね、負けが強調されるっていうところがあるんで、まあ、ここはなんとかね、粘ってカープはね、どこまでついていけるか。ね、今現状下位に沈むヤクルトにね、連敗するのは許されない日曜日の大事な試合、どうなるのかっていうところが注目ですね。ヤクルト対広島、2対8で広島の勝利ということで1勝1敗のね、5分。まあ、初戦はね、雨で中止だったんでね。その中で、広島先発、九里ね、6回98球、4安打6三振、無四球1失点と。まあね、立ち上がりの、大量得点も恵まれてね、本当にバランス良かったね、状態も突っ込まないで、しっかり腕振れるところがあってね、変化球も、結構曲がってたしね、インコースのカットボール、村上のホームラン打たれてもインコースのカットボールしっかりね、使っていくっていうところではね、逃げるピッチングもすることなくね、攻めていくピッチングもできたし、腕も振れてたしね、非常に良かったかなと。ヤクルト先発石川ね、3回53球7安打、無四球1デッドボール、三振も0、6失点とね、まあ、一気にやられたかなとね。広島は初回、2アウトからね、小園デッドボール。結局このデッドボール痛かったよね。で、末金2ベース。で、坂倉がね、レフトスタンドで3ランホームランで一気に先制。で、2回の裏にね、村上がホームラン打って、こっからね、逆襲行くぞっていう中で、3回の表ね、小園がライトスタンドで1本ホームランで、これでかかった。一番大きかったのこの3回の小園のホームランだね。で、4回表にはね、石原、そして、石原のタイムリー、秋山の犠牲フライで2点。で、5回にはね、菊池のタイムリー。で、6回には秋山のタイムリーと、3回から4イニング連続の得点で一気に8対1。で、8回裏にはね、内山のタイムリーヒットで1点返すけども、まあ、これがね、ギリギリかなと。まあ、8対2っていう中でね、広島市としては完勝。しかもね、土曜日負けてるだけにね、この序盤のね、4得点っていうのは非常に大きかった。坂倉のホームランからの、この小園のホームランね。これが、広島のね、勝ちに結びつけるところかなと。まあ、石川としてはね、ちょっとね、なかなか珍しいよね。5回ぐらい結構ロースコアで抑えてたけどもね、ちょっとやらかしちゃった試合展開になったけども、ね、まあ、まだここからね、まあ、チャンスあるんでね、どんどん200勝に向けて、石川にはね、頑張っていってもらいたいと思います。まあ、結果ね、カープの1勝1敗の5分の戦いでした。さあ、ということで、ベストナイン発表していきましょう。ね、まずはパリーグから、ピッチャー、楽天、早川。ブッカンプ、ね、キャッチャーソフトバンク、甲斐いいところで打ってます。ファーストソフトバンク山川どすこい、はい、セカンド楽天小深田調子上がってきれば1番です、はい、サード西武佐藤龍世いい形で打ったけどね、まさかファーストでアウトになると思わないよね昼間がね、ショート西武源田調子上がってきました、はい、レフト楽天中島ルーキー頑張ってます。センター楽天辰巳今年は守備だけじゃないです、はい、ライトロッテ藤原もう安定的にベストナイン入ってきます、はい、DH 2番レイエス9安打2ホーマー4打点グッパッティング、ね、リリーフオリックス山田いい形のリリーフです、はい、セリーグピッチャー巨人戸郷無四球完封キャッチャー広島坂倉高確にホームラン打ちます。セカンド広島菊池いい形のバッティング。サード広島小僧の7安打5得点。ショートヤクルト長岡10安打レフト巨人モンテスヘルナンデスいなくてもモンテス9安打センター
阪神近本12安打調子上がってきた、ね、ライト DeNA 梶原11安打もうレギュラーだ、はい、リリーフ中日マルチネス1ホールド3セーブ5ページ、ね、まあ、ということでね、現在順位表でいくとですね、セリーグは広島巨人阪神 DeNA 中日ヤクルト、ね、2位巨人1ゲーム差で阪神が2位に4ゲーム差1位5ゲーム差で DeNA が3位に 3.5 ゲーム差で中日が7ゲーム差3位まででヤクルトが8ゲーム差なかなかちょっと中日以降はね厳しいかなっていうねでパリーグはソフトバンクマジック23で2位日本ハムが13ゲーム差ロッテゲーム差なしで続いてで楽天が3位 5.5 ゲーム差もうギリギリやな本当にもう9月入るまでに3ゲームまでにしたいでオリックスが3位まで8ゲーム差ちょっと苦しいね、で西武は5位まで18ゲーム差という、ね、ところになってきましたけども、次のカードは月曜日相手火曜日から、ねセリーグは DeNA 中日だここは DeNA、ね、中日に足すくわれないように、しなきゃいけないでも中日は勢い乗って頑張れば4位に上がれるチャンスあるからねそういった意味では負けられないで巨人広島首位攻防戦東京ドームこれはどうなるのかねもう入れ替わるのがここで広島がまして3連勝したら一気にいっちゃうね可能性あるね逆に巨人が3連勝したらねっていうのも面白いで阪神ヤクルト阪神はね連敗で今最下位ヤクルトには負けられないヤクルトも何としてでもね一つでも順位上げていきたいねでパリーグは楽天対ソフトバンク、ね、楽天は首位ソフトバンクだけどもここでしっかり叩いてなんとかね3位滑り込み負け越すようでは厳しくなるね西武対オリックスね今の流れとともに最下位ね西武を叩いてオリックスもね一つでも順位上げていきたいねでロッテ日本ハム2位攻防戦ねどっちかが3連勝したら落ちちゃうよでそこで楽天がうまみを挟んで頑張れば4位転落もあるよっていうねところのまだまだね面白い戦いが続きますので佐々木智也の総軸とともに皆さんプロ野球楽しんでいきましょうそれでは